はい、こんにちは。心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長内でございます。個別指導講座の合間の、青山、一丁目教室、ですけれども、いつもの教室ですね、なんですけれども、ちょっとそうですね、先日ね、なんか、文献がうまくまとめられない、先行研究の文献を論文の問題っていうセクションにおいてうまくまとめられない場合になんか陥っていがちなことみたいな話をしたんですけれども、まあ、ちょっとそれと関連して、お話ししたいんですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、問題は後で書けばいいとか、問題は最後に書けという論文のこう書く手順についての、研究者、大学教員もよくしが、あのしがちだっていうか、まあそういう指導のスタイルですね、についてこう勘違いをされている、院生さんとか、そのラボのメンバーっていうのが割となんかいるなということで、散見されるなということで、ちょっとお話したんですけど、